こんにちは。石沢歯科医院長西澤克也です。動画を最後までご覧ください。9時から夜の19時まで、土曜日は朝の9時から夕方17時までとなっております。木曜日、日曜日、祝祭日は休診日となっております。患者さんは不安な気持ちを持って来院されますので、少しでもその気分を和らげるように笑顔で接するようにしております。また先生方には聞きにくいことを気軽に相談していただけるような対応を心がけております。西澤歯科医院には小さなお子さんからお年寄りの方まで幅広い年齢層の患者さんがいらっしゃいます。治療だけではなく、自分の歯を少しでも長く残したいと思っていただいている患者さんが多いのも特徴です。西澤歯科医院はスタッフがみんな明るく、地域の方々が安心して通っていただいている歯科医院です。一つ一つ丁寧に処置を行い、患者さんのお口の中がすっきりといい気持ちになり、また行きたいと思ってくださるようなケアを心がけています。院長先生は患者さんに合った治療法を提案し、迅速な処置を行うパワフルな先生だと思います。西澤歯科医院はアットホームな雰囲気で、患者さんが気軽にどんなことでも相談していただける歯科医院です。口腔ケアを行う前には、患者さんが安心して治療を受けられるよう分かりやすく説明してから行うようにしています。院長は丁寧な説明をされ、治療がとてもスピーディーで、患者さんの負担も少なく安心して治療に通っていただける先生だと思います。西澤歯科医院は患者さんの治療に対するご希望をしっかりお聞きし、一人一人に合った最善の治療方法をご提供できるように心がけております。私が大学病院に長く勤務し、現在も非常勤講師として勤務しております。治療が難しいケースやお体に病気を抱え、治療に不安感を持っている患者さんでも、大学病院のすべての診療科にスムーズにご紹介できるシステムを持っております。ですので、ご安心して通院してください。私もこの地元隅田で生まれ育ち、当院は父の代から60年以上続く院です。多くの地元の方々に信頼され、生涯ご自身の歯でしっかり食事をしていただけるよう、常に最新の技術で治療するように心がけております。私たちは金ヶ淵、東向島周辺の患者さんに満足していただける治療を目指しております。西澤歯科医院へのご来院、お待ちしてます。